久保さん、ネット回線無料とかにしてくれましょうか、まあ。ネット回線無料なんですけど、ここ。<laughs> なんかあの、ネットがですね、繋がなくなりまして。で、ちょっとテザリングで、まあ、カバーしてたんですけど、この iPhone のね。iPhone のテザリングでカバーしてやってたんですけども、こっちのテザリングもちょっと無くなってきて、まあ今日工事したんですけど、まあ治りまして。あ治りましたよ。治った。うん。で、今回その、 まあコスパっすよね。あのー、僕ね、東京を離れまして、本当に鹿児島コスパいいなっていうところを感じているのが、やっぱ家賃っすかね。ここ4万2000円なんですけども、まあネットも無料、駐車場も無料。で、東京にいた時は家賃、事務所費用150万、駐車料金6万ぐらい、5、6万 ?6 万ぐらいだったかな。東京、だから東京の駐車場の 料金よりこっちの方が安いんですよで。こっち駐車場無料だし、ネット無料っていうね。<laughs> いや、ほんとありがたいですね。だから僕がやっぱ、ね、当時の、まあ、まあ、一人でやるんでね、その150万みたいな事務所はいらんですけども、まあ、その東京だったらね、まあ、もちろん安いところもあるんであれなんですけども、なんかね、まあ、あの、まあ、鹿児島良かったなっていうのはそこですね。 コストパフォーマンスが非常に高いと。で、あとはね、食料もね、どまあ、東京に比べるとやっぱ、やっぱ安いんですよね。安くてうまいっていう。やっぱこっちの、まあその、そうそうそう、まあ、これちょっと、あの使資料であの、この鹿児島求人ですか、この鹿児島求人、ちょっと動画で使うために持ってきたんですけども、やっぱね、だいあの20万ぐらいなんですよね、20万以下とか20万ぐらいなんですよ。 うん、だから、その、東京とかだったら35とかあると思うんですよね。30万以上とか35とか。大、ま、体、あ、平均が20万ぐらいですね。本当に。20万から20万以下と。30で出してるところはないですね。うん。そう。鹿児島の最低賃金、時給853円らしいですね。うん。だから、やっぱそこで暮らしてるので、やっぱ、 上げられないですよね、まあ。そもそも給料がそれぐらいでやってるわけですからそのあんま上げ,あの上げられないっていうねそうだから地方からネットの地方が本当に僕は、ね、コスパがめちゃめちゃいいと思いますねうん本当におすすめです僕は本当ネットビジネスで田舎暮らしっていうのが本当におすすめですね うん、であとは、ジェットスターとかも今あるので、鹿児島から成田までだと、安い、た、ま、い、あ、4000円とかでいけるんですよ。安いですよね。で、キャンペーンとかやってるとなんかバカバカ、バカみたいなキャンペーンやってると、数百円でね、いけたりするんですよ、ジェットスター。スーパー、なんかいろんなキャンペーンなんかやって。前なんかランチキャンペーンみたいなんでね、ランチ代で、あのー、いけるみたいな。<laughs> すごいっすよ。 うん、だからまあ何すかね、まあうん、時代変わったなと思いますねだからまああの前お客さんでもその僕の生き方に共感していただいてなんかプログラムの会社やってるプログラムの会社やってたんだけどもまあ今なんか従業員あの解,解散して1 <laughs> 人になって今度福岡行くとか言ってましたけど 本当にねまあ、その方も言ってましたが、東京バカクソ竹みたいなね <laughs>。うん。だから僕はまあネットを使った仕事ができるようになれば、本当どこでもできるんで、ね、久保さん、だって久保さんともこのリレーやってますけど、ね、久保さんね、と離れてますからね、何百キロも離れてますけど、全然リアルタイムというかね、なんかあの、ね、今だとズームとかもあるし、なん何でもあるわけじゃないですか。 本当ありがたい世の中になりましたよね。だからまあ、これを使えるのに使わないっていうのは、これをみんなが無料で使えるのに使わないっていうのは、僕は人生のコストパフォーマンス非常に悪いんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> うんだってやっぱ僕昔からやっぱね、ネットをやってきてるので、昔に比べるとね、Wi-Fi とかもね、いっぱいあるし、そう。どこでもできますからね、マジで、今。 ネットが繋がらないとこもほぼないんじゃないですか、今。うん。ほんといい時代になったなとは思いますけど。うん。はい。いってらっしゃい。